皆様こんにちは、本田和美です。 N 番をご制約いただき誠にありがとうございます。 N 番の基本的な操作説明をご案内いたします。また何かわからない点がございましたら、この動画を再度見返していただけると幸いでございます。それではよろしくお願いいたします。まずはスマートキーと内蔵キーについてです。タイプ別装備のスマートキーには内蔵キーがついており、車のバッテリー上がりやスマートキーの電池切れの時に使用します。内蔵キーは側面のノブを押しながら取り出すことができます。収納するときはカチッと音がするまで押し込みます。続いてはドアの解錠、施錠、セキュリティアラームについてです。キーの上のボタンを押すと施錠、下のボタンで解錠ができます。ドア側での施錠・解錠はドアハンドルの黒いロックボタンを押します。続いてはセキュリティアラームです。セキュリティアラームは施錠してから約15秒後に赤い表示灯の点滅間隔が長くなります。長くなればセキュリティが作動し始めた印となります。この状態でキーを使わずにドアを開けるとセキュリティが作動します。停止させるにはキーの解錠ボタンを押すかエンジンをかけます。続いてはエンジンのかき方です。エンジンはブレーキを踏みながらエンジンスイッチを1回押すとかかります。エンジン停止時はエンジンスイッチを1回押すと停止します。ブレーキを踏まずに1回押すとアクセサリーモードになり、エンジンを始動させずにオーディオ等のアクセサリー操作ができます。2回押すとオンモードになり、すべてのアクセサリーが使用可能になります。もう1回押すとオフになります。またスマートキーが電池切れや水没した際もエンジンをかけることができます。まず内蔵キーでドアロックを解除します。スマートキーを持った状態でエンジンスイッチを1回押すとピーピーと音が鳴り、スイッチが点滅します。その状態でスマートキーの H マークをスイッチに接触させると点灯状態に変わり、点灯している間にブレーキを踏みながらエンジンスイッチを押すとエンジンがかかります。続いてはドア・エンジンスイッチ周りの機能についてです。運転席のスイッチでは運転席・助手席の窓の開閉操作ができます。パワーウィンドウロックボタンをオンにすると助手席の窓は作動しなくなります。後席の窓はレバーを手前に引き、レバーを外に押し出して固定します。タイプ別装備のマスタードアロックスイッチでは全てのドアの施錠・解錠が行えます。タイプ別装備の電動格納ドアミラーはこちらのスイッチで角度調整が可能です。左右切り替えスイッチでどちらのミラーを調整するかを切り替えられ、調整しないときは真ん中に合わせていただくと不意に押してしまった際にミラーが動かないので安心です。こちらのスイッチでドアミラーの格納ができます。こちらのダイヤルでヘッドライトの照らす向きを下向きに調整することが可能です。横滑り抑制や ABS 機能を総合的に制御する VSA 機能のオン・オフスイッチは常にオンになっておりますので、切りたい時だけピッと音が鳴るまで長押ししていただくと切り替わります。オフにした状態でエンジンを切っても再度エンジンをかけると自動的にオンになります。こちらは衝突軽減ブレーキ CMBS のオン・オフスイッチです。ピーッと音が鳴るまで押すとオン・オフが切り替わります。オフにした状態でエンジンを切っても再度エンジンをかけると自動的にオンになります。こちらは路外逸脱抑制機能のオン・オフスイッチです。こちらのノブでインストルメントパネルの明るさ調整ができます。左
左に回すと暗くなり、右に回すと明るくなります。またノブを押すか、ハンドル右側にあるトリップスイッチでサブディスプレイ内のトリップメーター表示の切り替えが可能です。こちらのイーコンスイッチを押すと、常に運転状況に応じて省エネ運転をしやすくしてくれます。続いてはハンドル周りの機能についてです。ハンドル位置はワイパー下にあるレバーを押し下げた状態でハンドルを上下に調整し、メーター等がきちんと見える位置でハンドルを持ったままレバーを引き上げると固定されます。ウインカーはワンタッチターンシグナル機能で、軽く触れると3回だけウインカーが作動します。オートライトは基本的にオートの位置になっており、車外の明るさに応じて自動で点灯します。手動で点灯するにはライトスイッチをマークの位置に回します。スモールとオフはその位置に合わせて手を離すとライトスイッチは戻りますが、切り替えることができます。タイプ別装備のフォグライトはハンドル側のダイヤルを回すとオン、オフとなります。こちらはワイパーです。ワイパースイッチを1つ下げると、雨量が少ない時に便利な間欠になり、雨量に合わせて調節リングを回してワイパーの間隔を調節していただけます。ハンドル右側のスイッチは安全運転支援システムホンダセンシングの操作に使用します。ホンダセンシングの詳しい操作方法については別途動画でご説明しておりますので、動画概要欄よりご覧ください。ハンドル右側のインフォメーションスイッチ上下を押すとメインディスプレイの表示が切り替わります。航続可能距離や平均燃費など様々な情報を表示可能です。ハンドル左側のスイッチはナビのオーディオ操作スイッチとなります。ハンドル左下のスイッチはハンズフリー通話またはナビの音声操作に使用します。続いてエアコン、USB ジャック、アクセサリーソケットについてです。エアコンは右から温度調節スイッチ、送風オンオフスイッチ、内気外気切り替えスイッチ、風向き切り替えスイッチ、リアガラスの曇りを取るリアデフロスターオンオフスイッチ、エアコンのオンオフスイッチ、フロントガラスの曇り止めデフロスターオンオフスイッチ、風量調節スイッチです。こちらのオートスイッチを押すとオートエアコンが作動します。続いては USB ジャック、アクセサリーソケットについてです。助手席側にあるミドルトレイにアクセサリーソケットと充電用 USB ジャックが設置されています。また荷室左側にもアクセサリーソケットを装備しております。リアシートを収納して荷室を広くできます。また助手席も収納するとフラットで大容量の荷室になります。まずノブを押したままリアシートのヘッドレストを取り外します。次にストラップを引き上げ、背もたれを手で支えながらシート全体を前へ倒します。取り外したヘッドレストは荷室側面に収納することができます。まずベルトを緩めます。ヘッドレストの背面を手前に向けてベルトの輪の中に入れ、ベルトを締めます。助手席の収納はリアシート同様にノブを押したままヘッドレストを取り外します。取り外したヘッドレストは助手席側ドアの溝に合わせベルトを締めて固定します。リクライニングレバーを引き上げながら前方いっぱいまで倒します。レバーを引きながらシート背面のストラップを持ち、シートを前方に倒します。助手席下に収納されているブリッジボードをはめ込むと、リアシートと助手席の段差をなくすことができ、大きな荷物も楽に積むことができます。
戻す際はブリッジボードを助手席下に収納します。座面のストラップと背もたれのストラップを持って引き上げ、背もたれを起こして固定します。ヘッドレストを取り付けて完了です。運転席の足元へ小物の侵入を防止するフロアボードも取り外しが可能です。ヘッドレストと同様にノブを押したまま引き上げると取り外せます。続いては荷室についてです。ユーティリティナットに M6 サイズのネジを使用し、パイプや棚、金具等を取り付けてアレンジができます。N 版の操作説明はお分かりいただけましたでしょうか。ご納車までもうしばらくお時間をいただきますが、お楽しみにお待ちくださいませ。また動画を見ても分からない点がございましたら、お気軽にスタッフまでお尋ねください。最後までご覧いただきありがとうございました。